皆さんこんにちは、勝智美です。今日はジャニーズ事務所所属の近藤雅彦さんと私勝智美の不倫騒動というか不倫疑惑について、動画を急遽撮影させていただいてます。私も YouTube を11月の6日にやり始めて、まだ5本かなしか動画を上げてないんですけど、そんな5本目の動画を上げてすぐに、こんな緊急動画を撮ることになるとは思って、なかったんですけど、昨日ですかね、多分発売の週刊文春さんで、近藤雅彦さんの不倫が発覚しまして、で、ご存知の方も、結構いらっしゃるのかなと思うんですけど、その中の記事で、その不倫相手の女性 A 子さんはオーダースーツ会社を経営する、若き社長ですっていうような、文章が載ってたんですね。それによってこう女性テーラー社長とかオーダーメイドスーツ女性社長とかっていう検索する人が、すごく増えてしまって、でその結果もう私がものすごくヒットしてしまったみたいなんですね。でそれで結構そのいろんなこう書き込みとか Google とかを検索すると、そのじゃあその A 子さんっていうのは誰なのかと、オーダーメイドスーツの会社を経営する女性社長っていうのは誰なのかっていうところで、なんか結構私があの K さんと書かれて、この人じゃないかっていうことが、すごくこう書き出されてしまって、でそこからあの社員から電話かかってきて、こう社長不倫してるんですかっていう、電話がまずかかってきたんですよ。で笑うことではないんですけど、社長不倫してるんですかっていきなり仕事してたら昨日電話かかってきて、私何のことか分かんなくて、なんか近藤雅彦さんと社長が不倫してるっていうなんか投稿がすごい上がってますよって言われたんですね。でそれでなんかインスタを開いたら、急にインスタのフォロワーがなんか60人とか増えたりとかしてて、何が起こってるんだろうと思って、で私もなんか検索してみたら、なんか1985年3月21日誕生日のとかって完全にもう私じゃんっていうような結構書き込みがされていたりとか、なんかあとその、他の人からもこうツイッターが送られてきて、しかもそのもう顔出し、私の顔出しで、あこういうなんかこう推しが強い、推し別に強くないんです私ちなみになんですけど、なんか推しが強い女性にマッチも年を取ると弱くなるんだねっていうようなこうツイッターが出されてたりとか、さすがにねちょっと顔出しはやめてほしかったなと思うんですけど、あとはこう、メンバーがこう昨日お客様と会食に行ってたらしいんですけど、やっぱそこに来られてた方々が、なんか御社の社長近藤雅彦さんと不倫してるんですかとかって、結構その、動画をこういう風に改めて撮らせてもらうほどのことではないかなってその時は思ってたんですけど、ちょっとあまりにも顔が出てたりとか、やっぱりこう社員がこう周りの方に社長が不倫してるって言われたりとか、なんかこう DM が大量に届いて、こうなんていうんですか、不倫してたんですねみたいになったりとか、あと年齢が違うので勝さんじゃないですよねっていうようなこう DM もいただいたんですけど、ちょっとこれはその私以外の周りの人にも影響を与えてしまってるので、ここでしっかりと事実はどうなのかっていう動画を撮らせていただく必要があるなと思って、撮らせていただきました。ちょっとこんな緊急の動画なので、編集とかも全然やらないですし、すごく適当な状態で多分このまま上げちゃうっていうことになっちゃうと思うんですけど、結論私 と、近藤雅彦さんは一度もお会いしたことがないですし、全く私は当事者ではないので、別の人間です。サイトにも上がってますけど、31歳の女性のようですけど、私は35歳なんですね。残念ながら4つも年を取っているので、私じゃないです。はい。で、女性テーラーというか、日本にすごく少ないので、やっぱりオーダーメイドスーツの会社を経営している30代の女社長って言ったら、もう自分って思われても、仕方がないとか言うの嫌なんですけど、仕方がない部分もあるのかなと、その、ワードを検索するとこう出てきてしまうので、勘違いされてしまった方も多いのかなと思うんですけど、本当にこう私は全くの無関係なので、その辺を本当によろしくお願いします。はい。で今日はね、急遽こういった動画をこう撮る羽目になってしまったんですけど、これからは変わらずに今まで発信していきたいと思っていたこう夢や希望を与えるようなこう動画をどんどんまた発信していきたいと思うので、皆さん楽しみに見ていただけると嬉しいです。